キンプリヘイヤ仕様と神宮寺勇太ユータの未来への飛躍。ファンの意見分かれる干され状態の真相とはデビューから5周年を迎える日、キングプリンスからの脱退が発表された平野仕様と神宮寺勇太、ユータ。ファンの間で二人の未来に注がれる期待と懸念が交錯している。干されたような状態にあるとも言われるが、その真相はどうなのか 日本のエンターテインメント界における小習慣との関係も明らかにする。金プリのファンたちにとって、平野氏洋と神宮寺ゆ太は欠かせない存在だった。しかし、グループ脱退の発表がなされた後、二人には個人仕事の少なさが目立つことが多く、一部のファンたちはその事実に反発の声を上げている。 星具合があからさますぎ呆れるほどの星を嫌なといった声も上がっている。一方退場者への礼遇と感じるファンも存在する。しかし、この状況はあくまで契約上の事情によるものである可能性も否定できない。ファンの意見は賛否が入り混じっているが、その根底には日本の消臭感が影響していると言えるだろう。 エンターテインメント業界では辞めることが決定している人に対して重要な仕事を与えることは稀であり、これは日本社会全体の風習とも言える。一方でグループ内で個人仕事が多いのは残るメンバーである橋山と長瀬角である。これは彼らが春クールのドラマに出演するため、プロモーション活動が増えているからだ。 平野と神宮寺がドラマに出演していないために個人仕事が減少しているのはこの事情によるものだ。ファンたちの中には辞める者と続ける者に仕事が来るのは当然だと冷静に捉える人も多い。特に秋には平野のドラマでの活躍が期待され、その時期によって露出の偏りが生じるのは当然のこととも言えるだろう。 平野紫耀と神宮寺ゆ太たは、ジャニーズを離れて海外進出を目指すとされている。そのため、今の時期はグループとしての活動よりも、個人的な準備や新たなステージに向けた努力に重点を置いている可能性がある。そうじて、ファンの間での意見が割れる中で、二人の未来への期待と懸念が交錯している。 彼らが辿る道は道数ではあるが、その成果がどれほど素晴らしいものになるか、ファンたちは見守り続けていることだろう。